ストーンヘンジカルナックの列石群モンゴルの立石丸太の巨石神殿アイルランドのプルナブロン、ドルメンアージャミスコ、モンタルバーのエリコーナ、シチリア巨石記念物は自然石で、あるいは面取り、化粧仕上げなどの一部の加工のみが加えられた石で築かれた構築物。単一のものや構築するような列石など集合体の形態を取るもの。 ストーンヘンジのような建造物に近い形態のものを指す。世界中に分布し、電波説もある。巨石記念物という名称は、有史以来のすべての石像建造物を指すのではなく、新石器時代から初期金属機時代までの、特に巨石仕様を特徴とする構築物について、このように呼称する。通常はピラミッドやジックラトンのようにある。 程度確立された工法による石組構造の建築物は除外され、やや原始的な文化という意味合いを持たせて、古代の構造物が単に巨石で築かれていることを強調して使用される用語である。巨石記念物は、その巨大さから起源について、古来から様々な憶測を呼んできた。例えば、カルナック列石においては、それらの列石群は聖コルネリウスによって石へ変えられた。 ローマの兵士であるとか、カエサルの軍営の跡地だなどと言われていたし、フランソワラブレーは、パンダグリュエルの中で、巨石記念物を巨人と結びつけている。科学的な研究が始まったのは17世紀頃のことで、イギリスでは、ジェームズ世一世地下で、イニゴ・ジョーンズが、チャールズ二世地下で、ジョン・オーブリーが、ストーンヘンジの調査を行い、特に後者はオーブリー・アナと呼ばれる遺構を発見した。 ことで有名である。フランスにおいては、ノルマンディー貴族コシュレルによって、ドルメンの発掘が行われ、それが墓所であることが確認されている。しかしながら18世紀から19世紀にかけては、欧州を席巻したケルト文化ブームの影響もあって、これら巨石記念物は、ケルト人とりわけドルイドによる宗教施設だというロマン的な見方も流行した。一方、より科学的な人々は、 こうした建造物をオリエントの進んだ文明、ピラミッドを建てたエジプト文明などの影響によるものと分析した。こうした見解を根本から覆したのが20世紀に発明された放射性炭素年代測定で、この技術によれば巨石記念物の多くはケルト人は愚か、ピラミッドすら建っていない、紀元前4000年から3500年頃に着工されたものであると判明した。 こうして、これらは、現在おおよそ新石器時代のものであるとみなされている。ヨーロッパにおける巨石文化の担い手は、ハプログループ G2 a と考えられる。G ダニエルなどの分類に基づく、多くの形態が複合されていることも多い。ヨーロッパでは、大西洋、農耕儀礼、太陽崇拝、天文大説などがある。東南アジアで、現在も主張の地位を高めるために、 祭りの一環として混流が行われることがある。ルブタン91、157P パトリ 196P、日本テレビ 26P ハットエウペジア1エウペジア2、ありがとうございます。